プレザントストリートインクライン、またはプレザントストリートポータルはマサチューセッツ州ボストンのトレモント通りサブウェイの南側のアクセスポイントである。このサブウェイはインクラインが閉鎖された後にグリーンラインの一部になった。このポータルとそれをボイルストンに接続するトンネルの部分には1897年から1901年までの間は路面電車。 1901年から1908年までの間は、幹線効果鉄道。1908年から1962年までの間は再び路面電車が運行されていた。現在、このインクラインは使われていないが、再利用する計画が何度も検討されている。以前の道路構成を示すポータルエリアの地図、メインラインがトレモント通りサブウェイを通って、 運行していた1901年のプレザントストリートポータル。インバウンドのメインラインのテストトレインが左側の高いプラットフォームにあり、インバウンドのトロリーが右側にある。このビューはポータルから離れた南向き。南向きにポータル方向への立体交差を見る。左の分岐はショームットアベニュー、シティポイントとトレモントストリートからの手前向きの線路であり、右の分岐は ショームットアベニュー、シティポイントとトレモントストリートへの向こう向きの線路である。このインクラインは1897年10月1日、トレモント通りサブウェイの最初のセクションの開通の1、ヶ月後に開通し、ロックスベリー、ドーチェスター、及び南向きの路面電車がサブウェイを介して運行できるようになった。 新しいトンネルは、トレモントストリートの下のボイルストン南の外側の線路から伸びており、トレモントストリート、プレザントストリート、ショーマットアベニューに囲まれた三角形の4トラックのポータルがある。トンネルには2つのトラックがあり、ポータルの近くの立体交差で4つのトラックに分かれ、北方向のトラックが南方向のトラックを超える。2つの西側のトラックは、 トレモントストリートを降り、東側のトラックはブロードウェイを経由して、プレザントストリートを東に向かい、サウスボストンのシティポイントに向かった。1901年6月10日、ワシントンストリートエレベーテッドが最も外側の2つの線路に接続されたため、ポータルを介した路面電車の運行は停止した。エルトレインがポータルから出てきて、 島式プラットフォームがある新しいプレザントストリート駅に停車し、プレザントストリートの下を通過してから、高架構造に上昇した。多くの路面電車の路線は、1909年11月下旬までに、新しい高架鉄道南端のダッドリーまでで切り捨てられた。1908年11月30日に、ワシントンストリートトンネルが開通した後、 豪華列車はそこを経由するようになり、プレザントストリート駅が閉鎖され、路面電車はインクラインを通る古いルートに戻った。1953年3月2日に、シティポイントラインが9番のバス路線に置き換えられた。以前は、ポータルの西側の線路に接続されていた、トレモントストリートへの線路が、東側の線路に再配置され、バスの乗り換え駅を、 西側の線路があった場所に建設できるようになった。トレモントストリートラインは1961年11月20日にバス代行の43番となり、ポータルとボイルストンの間で路面電車のシャトルが運行を開始し、地下鉄と接続した。このシャトルは短命で1962年4月6日にポータルが閉鎖された。現在、プレザントストリートポータルの高校には、 トレモントストリート、ショーマットアベニュー、オークストリートウエストの交差点にあるエリオットノートンパークが設置されている。シルバーラインフェーズ3の代替案。トレモントストリートの線形は以前の路面電車のトンネルをバスに再利用したもの。このトンネルの一部をシルバーラインフェーズ3に再利用することが検討されたが、トロリとは異なり、ガイドウェイに固定されていない。 シルバーウェイバス用としては、トンネルの光景が小さすぎることが分かった。フェーズ3トンネルの計画はさらに西に移動して、新しい線形に変更された後、プロジェクトの費用対効果に関する問題のために、キャンセルされた。2003年の大量輸送プログラムには、シルバーラインのワシントンストリートセクションを、ダドリースクエアにライトレールに変換する可能性があり、 ボイルストンの中央の地下鉄に接続するために地下鉄の放棄された南セクションを使用しました。ただし、代わりにフェーズ3トンネルと継続バスサービスが推奨された。2012年、ロックスバード・オーチェスター・マッタパントランジット・ニーズ・スタディはライトレールへの変換とトンネルの再利用を長期プロジェクトとして推奨した。さらに、28ルートに沿ってブルーヒル・アベニューを降りて、 路線を待ったパンまで延長する可能性もあった。ありがとうございます。